施設内の様子、ピュイル・フーは、フランスにある、ヨーロッパの歴史を主題とした、テーマパーク。フランス西部、ペイドラ・ロワール・地ー圏県のバンデ県にあるレゼペスに所在する施設であり、フィリップ・ド・ビリエによって創設された。2016年の統計では、年間およそ220万人の観光客が、訪問している。野外劇、シネセニーは、バンデ地方が、 歴史上いかに重要であるかを人々に紹介することを目的として開始された劇である。劇は夜間に行われ、ほとんどが地元の人々によるボランティア俳優によって演じられており、多くの動物も出演している。花火の他に無人航空機やプロジェクションマッピングなども用いながら、ビュリュ・フーを舞台にフランス革命を主軸とした歴史劇が演じられる。 夜間にも用される劇には他に、ピュイル風光を舞台とした、ゾルグド風と呼ばれるダンスショーがある。アトラクションパーク、グランパークは、1900年の史上長、中世の都市の他に、18世紀の村、西暦千年の森から構成される。レストランやホテルが観光客のために設けられている。1977年6月13日、フィリップ・ド・ビリエによって、 イラクサに覆われたピュイル風情が発見される。1978年6月16日、野外劇シネセニーが初めて上演される。1989年にアトラクションパークグランパークが開始される。1995年には中世の都市が建設される。1997年にはバイキングがテーマの野外劇が開始される。2004年、 1900年の市場庁がオープンする。2012年3月17日にはティアクラシックアワードを受賞する。ありがとうございます。